2024年の大谷翔平選手の総括。前回のナレーションの続きをお送りします。シーズン終盤、右肘のリハビリはさらに進展し、8月にはマウンドでの投球練習が可能になり、2025年の二刀流復帰に向けて着実に前進します。この時期、大谷選手のバッターとしての活躍はますます加速し、9月20日のマーリンズ戦では1試合3本塁打を含む5打数5安打を達成。この結果、シーズン通算54本塁打、59盗塁の記録を達成し、これは大偉業として歴史に刻まれるものとなりました。彼の驚異的な成績はファンだけでなく、野球界全体を圧倒し、彼の存在が特別であることを再確認させました。ポストシーズンでも大谷選手の貢献は輝きを放ちます。ナショナルリーグ優勝決定シリーズではニューヨークメッツを相手に圧倒的なパフォーマンスを見せ、ドジャースをワールドシリーズへと導く原動力となりました。そして、ヤンキースとのワールドシリーズでは、ドジャースのエース打者としての役割を果たし、ついにドジャースはワールドシリーズを制覇しました。大谷選手はその勝利に大きく貢献し、チームとファンに栄光をもたらしました。右肘の痛みを超えて歩き続けた道、汗が滲むその背中に誓いの光が差す。季節が変わりゆく中で進化する力、夢の舞台にもう一度踏み出す時が来る。止まらないこの情熱、終わらない挑戦を、ただ前だけを見つめて進む彼の姿、栄光の瞬間が歴史に刻まれる。夢のため信じる心で、バッターボックスに立ち続けてさらなる高みへ、そのひとときのために命を燃やし尽くす。歓声に包まれた夜、彼の名が響く。勝利へと導く光、その奇跡が輝く。加速するその力、誰も止められない。運命を超えてゆく彼の背中を見て、歓喜の波が押し寄せる。歴史が生まれる瞬間、輝く栄光へ。信じた道を行く、希望の光が彼を照らし続ける。止まらないこの情熱、終わらない挑戦を、ただ前だけを見つめて進む彼の姿、瞬間が歴史に刻まれる。夢のため信じる心で、栄光の奇跡は続く、未来へとつながる。